失礼します。お、ちっちゃ。こんばんは。ここはハチの古代研究所です。所長にご用ですか？まあそうです、所長なら奥でございます。これか。あお、めっちゃ落ちた。もしやその腰のものはシーカー、いや間違いない、本物のシーカーストーンじゃないですか？あれおかしいなって。基本アイテムが入っていない、入ってないとは、ん？基本アイテム何らかの理由で欠損してしまったのかもしれませんね。ああ、私としたことが大事な報告を忘れてました。リンクさん、あなたにではなくてですね。誰に？所長、聞いてください、所長。え、この人所長じゃないの？あ、そうでした。所長の紹介がまだでしたね。所長の今ちょうどあちたり、あの方こそハテナ古代研究所の所長にして、古代研究の第一人者、プルア様です。え、この人チェッキー、さっき所長じゃないって言ってたじゃん、この人。ところでリンクさんだけには知っておいてほしいことがありまして、実は所長、見た目こそ少女なのですが、いや私の口からお話しするのはやはりちょっと男とか恐れ入りますが、プルアさんは本人から聞いてみてください。聞かせるんだ、そんな言いづらいこと聞かせるんだ、この人。聞いてみよう。キャハハってびっくりした、この所長はシモンじゃなくて私なのでしたってチェキチェキ、んリンクったらなんかおかしいぞ。まさか私のことを覚えてないってことは覚えてないですね。100年前の厄災ガノンにやられたあんたを海星の祠まで連れてってあげたのに、そして傷ついたあんたを海星の眠りにつかせてあげたのにって、こいつそんなあのできるやつなんだ。それなのにまさか覚えてない。ふむふむ、予想通りじゃな。海星の眠りは100年経過時点で記憶が欠落することがあるらしい。メモメモ逆にそっちか、何か質問は？子供しっけえな怒った。あ、しっけえなってことはないか。実は実験に失敗しちゃってさ、失敗っていうかある意味成功っていうか。はい、この話題おしまい、本題に戻ります。100年の時を超え再び力を貯めつつある厄災ガノンを倒し、我らがゼルダ姫を救い出す、そんな気概がもしもあんたにあるのなら、このプルア、シーカーストーンにかけてる基本アイテム復活させちゃうけどってちょお願いしますでしょ、これ。じゃあ早速、お使いの方をお願いに、ね。やっぱお使い任されるんだ。シーカーストーン、ただで直してもらえるとでも思ったかな。まあ、思ってた。ふうふう、快晴な眠り明けは自分の都合のいい思い込みが見受けられる。まあちょっとぐらいいいんじゃない？こう勇者だし、この人も。リンクも。じゃあお使いについて説明するね。古代炉から青い炎を持ってきて、かまどに火をつけてくれない？そしたらこの誘導石ちゃんが動いて、かけてる基本アイテムが復活するって段取りを。ああね、それしないと復活できないんだ。若い娘が段取りなんて言葉を使うだろうか。ははまあいいかって男ってなんか言ってたじゃん。年齢のことかな、わかんない。んじゃあ青い炎の方よろしくね。はい、どこ青い炎？古代炉って？研究所出て左に歩いて崖っぷちまで歩いたら、シーカーストの望遠鏡で見てみて、左に行って崖っぷちに行ったら、これね。あれ？まあ、とりあえずマークのとこ行ってみるか。あれ？あ、炎あった。小さかった、ここ。あそこに。やばい、水の上死ぬって。うわぁ、そんなとこで溺れるんだ。嘘だ。はははよし、着いた。よし、無事。今回は無事着いたぞ。で、これで、松明につけたらいいんだ。これを。はい、よいしょ。あれ。はい、オッケー。ほんとだ、青い。ほら、風に流れて、ほら、青い炎が。すごいすごい。綺麗。うわぁ、消しちゃった、もう。うわぁ、嘘だー。オッケー、ここつけれられるかな。お、つけれた。お、こうやってつないでいける。中間地点受け継いで、あ、消える。嘘だ、消えるんだ。あ、そういうことか、雨が降ってるからとか。オッケー、ここで中間地点作って、ここにも作って、ここにも作って、
作って、よし、これがラストの受け継ぎ。よし、じゃあこれにつけて、オッケー。お、ワープゾーンになった。火つけたら。へえ。じゃあ開けて、はい、これでここに置いたらいいのかな。離すんだ、置けないから。お、ごめん。アッサー、リンクありがとうって、ほら、ちょっとほら、そこ見てみ。お、流動石が反応し始めたでしょ。これは神秘なのではなくて必然なのですよ。力はシーカーストーンの基本アイテムをさっさと復活させちゃおうね。それじゃあ元気よく、チェッキーよろしく。チェッキー、チェッキー、チェッキー、てんてんてん。うん、若干乗り悪いけど、まあいいか。ではでは、シーカーストーンの修復作業を開始します。流動石ロック解除。はい、例のあれ、行ってみよう。チェッキー、チェッキーじゃないんだ。あ、置くんだ。シーカーストーン認証。写し絵、ハイラル図鑑、アルバムの欠損を確認。修復を開始します。何？お、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 写し絵、カメラか。ハイラル図鑑と連動しており、新種であれば自動で登録されていく。便利機能付き。へぇ。おーおーおお、へえ、何これ、昔撮ったやつかな、そんな過去撮ってたみたいな。ああ、なるほど、そういうなんかね、やり込み要素か。修復を完了しました。出来上がり、どう、ちゃんと直ってる？どれどれ。見せ勝った。写しハイラル図鑑アルバム、うんうん、大丈夫っぽいね。じゃあ早速なんだけど、試しにその復活した写し絵で私の写し絵撮ってみて。大好きじゃんこいつ、自分大好きじゃん。これか。はいはい、にっこりして。どんぐらいアップの方がいいのかな。やっぱ身長を見せよう。でこれで、ああね、これ自分も写せるんだ。めっちゃポーズ取る。これで手のひらに乗ってる感じで、撮影。はい。OK。保存する。結局自分のやつになっちゃったけど。はいはい。どうぞ、写せで撮れそう。撮れました。やん、楽しみ。見せて見せて。あのさ、うまく撮れてないんだけどって。撮るといっても台所ちゃんと真ん中に入れないとダメだからねって。はい、じゃあやり直し。今のダメなんだ。はい、 OK、 撮れました。今度はちゃんと撮れた。はい、どうぞ。 OK。 わあ、誰この美少女。自分で言う、もう自分の姿分かってるから、どんだけでも上げられるんだね。それは美少女だけじゃなくて、古い景色の写し絵もアルバムに入ってたよね。昔よくゼルダが写し絵を使ってたのは知ってるけど。ねえ、リンク。ゼルダ姫のお月の騎士だったなら、姫の撮影場所に同行してたってことでしょ？あ、そっか。あんた記憶をなくしてたんだっけ？でもちょっと待って。って考えてみた、古い景色の写し絵ってあんたの記憶をたどる手がかりになるかもって。インパに相談してみたらいいと思う。ゼルダ姫のことなら私より詳しいはずだし。あ、ついでにお願い、思い出しちゃった。インパに出会った後でいいから古代素材を回収してきてほしいの。古代素材を持ってきたお礼にアイテムをパワーアップしてあげちゃう。へえ、マネージャーある1個、そんな数が少ないんだ。次は何だっけ。わ、めっちゃ遠い。ここかかりこ村のインパに会いに行くんだ。じゃあここで一旦終わろうと思います。ね、これ最後写真撮って終わろう。じゃあ最後はこいつと記念撮影で終わろう。じゃあ終わります。お疲れ様でした。では、よいしょ、チェッキーしてる、チェッキー。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。